3年前に見たライブ DVD、 共感できるのは限られたメンツ、学校でもバス DVD、 またはスタヤで借りたラッパーのアルバム、真似をして買ったニューエラにティンバー、ある時何気なく始めたフリースタイル、場所も問わず繋ぐアンプにマイク、今思えばバカだよな笑える、俺たちを中心に増えていく顔ぶれ、ガキがガキなりにヒップホップを語って、残ったラッパーと DJ が今でも繋がる、俺たちがローカルスティー、初ライブ忘れもしない数分間、飛んだリリックをカバーするフリースタイル、やらかしては困らせ、そして足を進めた、次に繋げてはここにたどり着いた、変わらずにまた足を進めた、誰もいないフロア声から出した、現実にした昔の話、全て繋がりできた形、変わらずにまた足を進めた、誰もいないフロア声から出した、現実にした昔の話、全て繋がりできた形、何年も前さ覚えちゃいねえが、連れが持ってきた一枚の CD、 ジャパニーズヒップホップウェッサイドゲット、学校帰りに二人で聞いてはクソかっけえじゃん、マジでヤバいな、それだけはしゃいで何度も聞いて、憧れはティンバラン 2XL のスウェット、頭にはニューヘラー、口元にバンダナ、のめり込んだヒップホップ、いつの間にかペンを初めて書いた、クソだぜリリックも、ライメンフロー回すダイナミックマイクと、新車の徘徊と真夜中のハイタイム、マイペース気のままにそれがセオリー、色褪せねえいつまでも俺たちのメモリー、あの時があってこその今があるしな、 SDRS レイは変わらずに歩き出す、変わらずにまた足を進めた、誰もいないフロア声から出した、現実にした昔の話、全て繋がりできた形、変わらずにまた足を進めた、誰もいないフロア声から出した、現実にした昔の話、全て繋がりできた形。